ッチ情報、こんばんは、こんばんは、こんにちは。元気ですか？元気です、ありがとうございます。サッチヤッホー、こんばんは、はじめまして、初見さんありがとうございます、こんばんは。サッチお疲れ、ありがとう。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。いや今日はね雨でしたから、髪の毛がねあんまりうまくいかなかった。ケイケイさんありがとう、マッチありがとう、ヨヨのヨさんありがとう。わかる、なんか前髪がねしめしめになっちゃって。そう、ゆきよさんありがとう、はじりこさんありがとう。あ、同じ山口県民だって、やった。そうだから前髪と、てか髪の毛切りに行きたいんだよね。もう私のこの前髪が嫌ですわ。天使の連絡さんありがとう。はい、ですね、本日あのお話し会ありがとうございました。皆さんオンラインお話し会ありがとうございました。本日はあのですね、今年最後のお話し会ということでしたのでね、皆さん良いお年をということでありがとうございました。本日もそう、本当はねこのカーディガンでお話し会をする予定だった。でもなんか急遽なんか違うなって思っちゃって、まあその時の気分じゃなかったんですよだから急にそうモコモコちゃんにしました。くしゃみで育った、りょうちさんありがとう。さちやほー、そう本当はこっちの予定だったんだ、この緑のカーディガン。冬はねカーディガンが多くなっちゃって、そう、あ、そう、スタディダンスありがとう、見てくれてそう、食レコパね初めてだったからちょっと、いろいろね大変だったんですけど、まあ笑ってもらえてよかったですそう、こんばんは、サッチこんばんは、ありがとう、こんばんは。あ、なにこれ、え、なに今の、時差、時差だね多分、ゆきおさんのさっきのプレゼントかな。たかしんさんありがとう、多分時差だね今のはサッチのに時差、あ、違う、くまねパパさんだ、ありがとう、ごめんごめん、それだ。たかしんありがとう、フェーニングフィンガーさんありがとう、全然当たらん、当たり付きのねやつね見てて楽しい。当たったらどうなるんだろう。今なんかさっき時差が起きてたんだけど、時差が起きててさ、なんか時差が起きてた今そう、こんばんは、さっきありがとう、ギルスありがとう、ハート、そう時差が起きてたから、当たったらどうなるんだろうね。さちやほ、りょうちさんありがとう、はるさんありがとう。あ、これは当たりじゃないの、そう、自殺地してる今。まっつんさんありがとう、自殺地がすごい。こんばんは、こんばんは、そるさんありがとう。明日から休憩気をする、いやだー、ゆうのよさんありがとう、いやだな、寒い、ちょっと毛布かけよう、毛布かけます、そこにあるので。くまねパパさんありがとう、フリダムさんありがとう。寒いですからね、ほんとカズカありがとう、シャイニングフィンガーさんありがとう、こんばんは、お疲れ様です、皆さんも今日一日お疲れ様でした。そう、自殺なんですよ本日、どうしてでしょう、なぜなのでしょう、日
ひまわりさん、ありがとう。来週の今頃は、今、来週は、の今日は、もうクリスマスコンサートですね。これ、ポイント達成したら、洋服、そうなんですよね。そう。634322D さん、ありがとう。KFC の口なので、今から行ってきてみ、あ、KFC って読むの私だけかもしれない、恥ずかしい。あのですね、今日ですね、あのお差し入れでケンタッキーがあって、そう食べました。クリスマスの気分になれて嬉しかった。ケンタッキーはあんまり食べない家系だったので、ほんともう 3、4年後ぶりぐらい、なんか本当にめっちゃ久しぶりに食べました。そう、 KFC って読むよね、 KFC。 そうめっちゃ嬉しかった。ビスケットともう一個チキンが入ってたんですけど、お父さんありがとう。あのビスケットさっちその昔食べた時に嫌いだったんですよ。でも今日食べたらもう美味しすぎてびっくりした。もうめっちゃ美味しかった。なんだろうね、あのなんだろうね、もうめっちゃ美味しくて感動した。しゅんちゃんありがとう。本当に美味しく、まの皆さんありがとう。本当に美味しい。そう。INZ さんありがとう。いや本当に美味しいんだよ。ビスケット無味じゃない、いやそれが好きな、なんか素朴な甘みが好きで、サッチもともと。釣りけんさんありがとう。そうだからめっちゃ好みの味でした。メープルシロップかけるとより美味しくて、そうぜひまた食べたいです、食べようと思います。ケンタッキー、こんばんは。ガッチさんハートありがとう。あとね、チョコレートもいただきました。そう。いけちゃんありがとう。グラコロは食べれてない、まだ。うん、クラコンじゃない。クリコンが終わったら、かなぁ。クリコンが終わったらかなぁ。でもクリコンが終わったら、りさこちゃんと焼肉行こうっていう話をしてるんですよ。だからでも焼肉も食べたくて、でもどっちも食べちゃったら元日公演で私がパンパンになってるかもしれないからちょっと悩んでます。そうどっちか。こんにちは、こんばんは、こんばんは。そうご飯の楽しみが2つもございます。クリスマスもチキンね、どうだろうね、まあ、何か食べたいですね。ついに牛タン祭り、そうついに、そう最近ね鍋しか食べてないから、鍋にね浮気中だった。牛タンのこと忘れてた。お正月ぐらい、やだやだ。そう年末は食べ過ぎちゃうんですよ。そう年始になったらお餅もあるし、そう年越しそばをね絶対に食べたい派なので、それもありますし。こんにちは。そうグラコロ、あサディダンス見ました、楽しかったです。よかった、ありがとうございます。曽川咲でございます。グラコロは確か来月ぐらいまであった気がします。そう期間がね結構長かったから割と安心してますね。そんな急いで食べなくてもいいっちゃいいんですけど、私はなんかどうしてもポテトが食べたい日があるんですよ私は。でもね今は別にそれじゃないので、今別にそういう気分じゃないので
まあいいかなと。まだね。こんばんは、こんばんは、サッチ、ヤッホー。こんばんは、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ゆうちゃん、ありがとう。でも材料がなくない。え、そうなの？それは聞いてなかった。いや、ちょっと食べなきゃ泣いちゃいますね。ポテサラとマックのポテトだったらマックかな。やすべーさん、ありがとう。こんばんは、こんばんは、こんにちは。サッチ、ヤッホー。あ、ケンタッキーのポテトは食べたことない。ポテトはカリカリ。うわ、究極だね。いや、でも、うん、でもお店によるかも。マックはしなしなのポテトが好きですっていう感じかな。はじりこさん、ありがとう。なりさん、ありがとう。っていう感じですかね。お疲れ様です。お疲れ様、ありがとう。さっち、かわらそば、私食いそばね。かわらそば確かに。でも山口民だけどしたことないかも。カリカリ派と揚げたて派がいる。あー、でも迷いどころではありますよね。のぶろうさん、ありがとう。ハート。なんかでもっていうか、マックって揚げたてにしてくださいって頼んで、時間がある時だったらしてもらえるみたいな裏技を聞きました、サッチは。でもできたことないです恥ずかしくて言うのが。ラッセルスさん、ありがとう。あとなんか塩多めでとかできるらしいですね。モスのポテトが好きです。え、いや、モスのポテト食べたことないよ。ロッテリアも好きですね。こんばんは。そう、一回ねしたことあるんですよ、塩多めでって。そしたら何が来たと思いますか？塩がそのまま来ましたそう、塩がなんか袋に入れられてそのまま来ました。こんばんは。ね、結構いろいろアレンジ効くっぽいよね。そう、おいじおみたいな。そう、まさに。まなちゃん、ありがとう。そう。そう、さ、まぶして、ちょっと塩が多いバージョンが他にあると思ってて、そう。そしたらお塩が来ましたね。ちょんちょんつけながら食べるタイプでした。可愛すぎるから欲しい。ありがとう。嬉しい。ST48、ソガワでございます。そう、そう、そんなことがあるみたいですよ。最近ね、してないからわかんないんですけど、中学生の時の好奇心でやったら、そう、そんなことが起きました。そう。そう、自分でまぶしてくださいタイプでした。こんばんは、こんばんは、こんばんは。こんばんは。そう、こんばんは、こんばんは。ありがとう、来てくれて。そうなんですよ。でもまあ、あれからね、時代は過ぎましたので、今はどうなってるか分かりません。そちら、ありがとう、来てくれてね。岩塩岩塩ね。岩塩は知ってるよこんばんは、こんばんは、ありがとう。サチ、ヤッホー、ありがとう、来てくれて。
こんばんは、来てくれてありがとう。こんにちは、こんにちは。今はフリフリポテト。何フリフリポテトって初耳なんだが、フリフリポテト、そのままポテトをフリフリする感じ。こんばんは、こんばんは。山本さんありがとう。マジ離れ、クリコン楽しみね。それな、なんかあと1週間になってちょっとよりね楽しみが、あと当たったよとか聞くとすごくね、あーもうすぐなんだってそう、なんか初めてする曲もあるので、そう、まあ、頑張ってます。そう、ぜひ皆さん、もしもねカメコでサッチを撮ったよ、撮ってくれた方がいたら、ちょっとくしゃみが出そう。大丈夫でした。ミミありがとう。そう、ぜひ、嬉しいです、撮ってくださったら。そう、サッチヤッホーありがとう、来てくれてね。クリコン楽しみです。確かに来週の今頃、ティーチャーティーチャーね、わかる。サッチもまたやりたいです。そう、楽しくありがとう。こちらこそありがとう。みんなありがとうね。かわいい、ありがとう。こんにちは、こんにちは。サッチお疲れ様、ありがとう。みんなもお疲れ様です。サッチはこたつは使うの、だいぶこたつないですね、サッチ家には。なんかこたつ持ってる子が増えました最近。そう、でもサッチーは多分買う予定はないですね。みんなこたつどこに置くんだろう、夏聞いてみます。今度山田さんありがとう。サッチーやっほーね。そう、みんなで夏のある家に行きたいと思います。いやー、ほんと床でね寝ちゃうぐらいの人なので、こたつなんて買っちゃったら私はもうめっちゃ寝ますよ。そう、こたつ、そう、かなたの部屋形じゃらしい。そうなの、それはよかった。じゃあまた遊びに行こうと思います、かなちゃんのお家へ。こんばんは、サッチヤッホー、ありがとう。こんばんは、こんばんは。遊びに来たよ、ありがとう、遊びに来てくれて。こんばんは、こんばんは。そういえば僕初日見えなくなる。確かにもうすぐ、え、もう見れないじゃん。14日まででした、初日は。そう、終わっちゃったね。でも2回目がまだ見れますので、皆さんぜひ DMM で。豊中のひろさんありがとう。芋ケンフィーさんありがとう。花としさんありがとう。そう、幸子の部屋入ったことあるの、かすみんだっけ。まこりんありがとう。うん、ちょっとリアル、え、なんか
叶うとヒーターもありますね。あとリエチはね、結構つっても片手に収まるけど来てた。リエチも結構来てましたね。それぐらいかな。確かにかすみはよくいますね。タピネコさんありがとう。お疲れ様です。ありがとう。ですかね。あ、リサ子も来たことあるわ。わかんないです。そんな感じです。いちごはないかも。サッチヤッホー、サッチヤッホー。いちごは、私が行きますね。結構。シャイニングフィンガーさん、ありがとう。ソファーがないからね。そう、あ、ひーちゃんもあるわ。ひーちゃんも来たことありますね。まこちゃんありがとう。まこさんありがとう。こんばんは、こんばんは。みんなが集まりかけちゃう。いや、私のね部屋はね多分良くない。なぜなら意外と何もない。いちごのね家がね、心地いい。伊手さんありがとう。そう、いちごルームがね心地いいですよ。ソファーがあって、なんだろう、家具の量がちょうどよくてすごく落ち着きますね。そう、え、私個人的にヒータンの家好きなんですよ。ヒータンの家好き、ヒータンの家好きなんですよ。そうそう、さっちの床が綺麗綺麗。あ、でも掃除好きですね、割と。汚い時は汚いですよ。そう、こんばんは。学習机があるのさっち。そうなの。まあ、まだね学生なのでね、学習机も必要なのでね、まだ。そう、タコパを今度したいねっていう。初サッチ応募した。え、ありがとう。なんだろう、お話し会かな。ペット君ありがとう。リエチの家もありますね。結構最近行ってないけど結構行ってましたね。最近行ってないですって言って、っていう感じです。リコチさんが銀だこチケットがあるかも。そうなんですか。銀だこチケット、銀だこね、結局私はあんまり食べたことない。銀だこ、お疲れ様です。お疲れ様。かわちいかわありがとう。こんばんは、こんばんは。なんかこんばんは。さっちあんまりテレビ、え、さっちめっちゃテレビ見ます。めっちゃ見ます。さっきも見てました。結構ね寂しがり屋なのでずっとつけてる感じですね。音がないと寂しく感じちゃう反応でずっとつけてます。バラエティー、バラエティーも見るし、でもテレビを見るってよりはテレビにつなげて映画を見てます。映画ですね、映画を見てますね。あと YouTube とかテレビで見てるって感じです。そう、音量がね大きい方が好きなので、そうそう、テレビっ子ですよ、テレビっ子。うん、え、自分は寝てる時もつけてます。寝る前にタイマーつけて寝ます。もう本当に無音が苦手で、そう、え、全然無音でも寝れるんですけど、そう、なんかでも癖づいちゃったから、そう、音あって光も
ちょっとあって寝てます。どんな映画が好きなの？最近、どんな映画が好きだろう。なんかちょっとコメディみたいな、めっちゃザ・コメディも好きだし、ちょっとコメディが好きって感じですね。こんばんは、こんばんは。そう、歌番組と「いないいないバー」、「いないいないバー」懐かしい。いないいないバーいいですよね。確かに寝るとき来たね、寂しいよね。タンタンありがとう、こんばんは。サチヤホペとかありがとう。ジュンシの声お疲れ様でした、ありがとう、来てくれてよかったって、嬉しい。こんばんは、こんばんは。元旦公演がね、会場もいつもと違くて、メンバーも全員出るので、どんな感じになるかね、ちょっとまだ分かんなくてですね、楽しみですね。モモンガさんありがとう。そう、え、ワンワンの声変わったの？そうなんだ。ペットくんありがとう。元日公演はですね、広島県民文化センターだったかな、でしたね、確かです。元日公演、嬉しい。僕の太陽公演ぜひ見に来てください。楽しみ、楽しみしみこん。ここはあれですね、ストーチツアーの、そう、千秋楽のとこですね。そう、大晦日確かに夜更かしできない、あ、そうじゃん。まあ、そばなら大丈夫かな。年越しそばみんなで食べたいなとか思ってたりしてたんですけど、サッチはすごくむくみやすくてですね、できないかも。うわー、ショックだ。それか次の日を犠牲にして顔パンパンで出るか。でもそばならむくまなそうだけどね、わかんないけど。そう、僕体捨てる昔からね、僕体大好き。そう、本当にね、むくみやすくて困ってるんですよ。どうやったらむくまないんだろうね。結構ね、むくまない食材とかね、気をつけて食べてるんですけど、バナナ食べたりバナナしか食べてないんですけど、その気をつけてるもの、でもなんか納豆もいいみたいな言うから食べてたりしてるんですけど、むくみますね。そう、かなとしてありがとう、ハート。確かにラーメンよりそばならって思うけど、切り取りも3本飲む確かに。それでね、そう、こんばんは、こんばんは。かたむつりさんありがとう。ゆきまんまん、とくちこしそばは何をのせる？だいたいお肉、お母さんが作ってくれてたので、お肉かエビ天とかだったかな。でも今年は何乗せようかな。そう、今年は何乗せようかな。でもお肉好きでした、お母さんが作ってくれた。そう、そう、そらさんありがとう。そばに言う前、年越しうどん、あ、でもいいね。さっちも勝手に年越しだからってつけて、これ年越し、年越し
焼肉とかダメ？なんで年越しそばなんだろうね。そう、もやしキャベツ食べてクリームせしてて、あ、もやしキャベツがいいの？やってみようかしら。こんにちは、しけんさんありがとう。こんばんは、豊中のひろさんありがとう。そう、お疲れ様。こんにちは、こんばんは、こんにちは。年越し寒くても天ざる、冷たいのもいいですね、確かに。凍えながら食べてるのかな。こんばんは。でもまあ暖房があるから、まあ、凍えながらではないか。りゅうちゃんありがとう。くま、そばは長いから長寿を願って、あ、そうなの？そんな素敵な、そうなんですね。いや、なんかね、一回調べたことあるんですよ。でもちょっと忘れてたので。そう、カムカムさんありがとう。ゆるむゆるむ、りょうちさんありがとう。あー、髪の毛切りに行きたい。もう髪の毛切りに行きたくて行きたくて困ってます。あとね、数センチ切りたいんですよ。しゅんちゃんありがとう。こんにちは、こんにちは。ね、お節にもあるよね。エビは覚えてるよ。腰が曲がっても長生きできますようになったっけ。なんかエビはなぜかめっちゃ覚えてる。アックありがとう。てかエビしか食べれなかったんで昔。そうだからエビを覚えてます。エビ小さい頃お節ってあんま食べれるのないよね。サチだけか。明日からね、寒波嫌ですね。ではまあアウター買ってるので冬用のちょっと安心です。これでなかったら私はもうお外に出れないところでした。僕はサッチーの髪にしますね。どういうこと？そういうこと。え、次の美容院はサッチー、この子みたいな感じでみたいな感じにするってこと。ね、黒豆美味しいよね。空気が変わる。こんばんは、こんばんは。そう、冬物間に合いました。ギリギリセール。りょうちさんありがとう。息が白くなったら冬到来って感じ。確かに、なんか学校行く時とかさ、友達と行っててさ、めっちゃ言っちゃう。はぁ、息が白い。結構びっくりするよね、息が白い。サッチ、ヤッホー、ありがとう。今日マスカラ薄めなんですよ、実は。いつもはね、マスカラ下地も塗ってね、そう、やるんですけど、今日は薄めです。マスカラだけ。こんばんは、遅れました。お、来てくれてありがとう。大中のひろさん、ありがとう。確かに、手袋はまだしてないかも。手袋と、マフラーはサッチもつけてます。時によって。聞いた場合によって。そう、カンタはまだ半袖です。本当に。いやだって、一月あるのよ。サッチーが歌わなくて凍えてる。だってそんなコメントされてたの。面白そうなの。今日の話から見るかなとか、そうだな。そう、今日はもう暑いぐらいですね。暖房がしっかり効いていたので、そう、暑いぐらいでした。
カイルはまだデビューしてない。カイル買ってないや。確かにカイロね、カイロね、買わないとだよね。そう、こんばんは、こんばんは。山口県、山口県、と時屋公園めっちゃ綺麗です。時屋公園のイルミネーションと言いつつね、そう、去年は行けなかったんですけど、そう、結構行ってます。そう、でモテないくらい暑いからあるよね。そう、なんかあるよね、わかるわかる。あの学校に持ってって、ポケットにずっと置いてて、なんか体育とかで触れ、あ、体育を持っていくか、なんかで触れなくて、そしたらもう暑すぎてびっくりしました。そう、周南駅も綺麗、徳山駅か、徳山駅も綺麗です。トンさんありがとう。徳山駅去年行きました。そう、綺麗です、あそこも。そう、低温やけどってやつですね。皆さんも気をつけてください、低温やけどちゃん。そう、そう、友達と行きましたね。こんばんは、こんばんは。ドリミネーション行ってみたい、わかる。サッチーまだ行けてないんですよ。なんかちょっと通ったぐらいのとって感じですかね。そう、だからまだ見れてないんですよね、しっかり。ウクランクさんありがとう。え、そう、ストリーダンスの本当に美味しかったパフェ、あとレモン鍋もめっちゃ美味しかった。次週のねものもぜひ、そう、 CM でチラッと、 CM 次回予告でねチラッと流れたと思うんですけど、めっちゃ美味しいです。もうびっくりしたそう、頭皮マッサージ行きたいな。こんにちは、こんばんは、ありがとう。こんばんは、こんばんは。こんばんは。そう、神戸ね、いいですね。こんばんは、サッチー、こんばんは。なんかクリスマスマーケットっていうものに行ってみたくて、でもどこでやってるかとか何があるか全然わかんないんですよね。こんばんは、こんばんは。今日の色も似合って、ありがとう。今日はなんだろうね、この色ってなんなんだ、ピスタチオカラーっていうのか、なんかサッチーは勝手にそう思ってます。これ実はめっちゃ安売りしてて、3000円くらいだったかな、なんか半額ぐらいでしたね。そう、即買いさせていただきましたね。みんな、ゆまたさんありがとう。こんばんは、こんばん。八丁堀で明日までクリスマスマーケット、そうなの？サチアイコンにしてます。ありがとう。何のだろう？何のアイコンだろう？サチヤッホー。そう。クリスマス前に、確かに。クリスマスゲートパーク。あ、広島にもたくさんあるんだ。行きたいですね。
今日ならあと15分8時半に終わるんですね。ヤスベイさんありがとう。あ、どうも。そう、ありがとう、こんにちは。そうなんだ。どんなクリスマスグッズが欲しい？え、どういうこと、どういうこと？クリスマスプレゼントってこと？今年ね、何が欲しいかな。服が欲しい。そう、ゆきやさんありがとう。なんだろうね、悩み中。何がいいかな、何がいいですかね。何が欲しいだろう。コスメとかやっぱ服が欲しいですかね、っていう感じです。皆さんは何か、何かありますか。ミミありがとう。のぶえちさんありがとう。福袋って買ってません。買ってない。そう、買ってないの。でもどこだっけ、なんかどこかのめっちゃ欲しいって思ったんだよね。のりさんありがとう。シャニグミガさんありがとう。そう、悩んだ時は現金が一番。それやばい。確かにね。でもまあそうだよね、何でも買えるもんね。そう、七面鳥に比べる、七面鳥、確かに。先輩だと誰系の服、なんかめっちゃしっかり見たことないかも。でもソラさんが前着てたアウターは私も欲しいって思ってたやつ、あのカラフルなやつ、ネットに出てるのか分かんないけど。そう、そう、こんにちは、こんにちは、サッチこんばんは、ありがとう、こんばんは。でも結構カジュアル系が好きですね、カジュアルめな服が。ともあきさんありがとう。6歳の、うん、iTunes カード、すごい時代だね。なんか時代を感じますね。こんばんは、こんばんは、ありがとう、来てくれて。時代を感じます。さっち iTunes カード買ったことない。そう、ミルクフェド好きです。でもお洋服とか一個持ってない。クオカード、うん、確かにクオカードいいですね。サッチヤッホー、ヤッホーありがとう。どんなアウターが好き？そうですね、今年は、そうですね、あの首まである系が好きですね。最近モコモコのが好きですかね。最近はヤッホーヤッホーありがとう、こんばんは、こんばんは、サッチヤッホー。そう、ぬくぬくもこもこ、いや好きなブランドがね1個やっとできたんですよ。そう、そこの服なら全部好きって感じ。もこもこヤッホー、もこもこヤッホー、サッチヤッホーありがとう、見に来てくれて。20世紀ともちゃんありがとう。むくむくは静電気も、まだね静電気来てないかも。そう、サッチヤッホー。サッチでシックな色がいい。あー確かに、ベージュとかってシックな色だとしたら多いかも。なんか黒白黄色が多いですね。そう、ハイネック、いやでもねそれがね、そうさっちのねよくわからないポイントなんですけど、ハイネックは嫌いなんですよ最近。ハイネックは嫌いなんですけど、あのマフラーとか襟付きが好きですっていうさっちの謎のこだわり。そう、ハイネックは嫌い、ハイネックは嫌いです。なんか髪の毛がぺたんこですよね。
タートルネック、タートルネックってどうなんだっけ、調べよう。そう、首が締まるのと首が詰まるのが嫌なんですよね。タートルネック、そう、ああ嫌ですね。締まる系が嫌かも。確かにこのちょっと緩い感じ、マフラーっぽいタートルネックは好きかも。でも可愛いね、なんか欲しいと思っちゃった今欲しいと思っちゃった。そうハイネックね、そうだよね、ハイネックなんかそうだよね、なんか顎がシュッて好きになってる方が似合うイメージ。そうで好きになったブランド、あそう好きずっと GU がめっちゃ好きだったんですよ。ずっと GU が好きで、なんかザ・ブランドみたいのあんま特になかったんですけど、ちょっと待ってね、ちょっと調べます。あれが好きです、今はローリーズファーム。えそうビンゴビンゴじゃん。そうローリーズファームが好きなんですよ今。でもちょっとお高いんですね。そうだからそうちょっとお高いのであんまりね買ってないんですけど、ビンゴビンゴですね。そうわいせつの1倍までボタンを閉める、わかる。できることなら開けておきたいけどさ、高速とかさ割と一番上まで閉めてくださいっていう高速多いよね、学校の高速。そうだから嫌だった。そうすごい目の星の降る夜、なぜ人恋しいのか、明かりを消した部屋の天井は、心の声聞いてくれる、あれこれよね思い浮かべて眠ないだけ。なんか桜坂さんのサードアニバーサリーライブを見たんですけど、もうマジで本当に3期生さん大好き静寂の暴力で涙が出そうだった。そう皆さんもぜひ見てみてください。そう私もネクタイがダメで貸しました。あネクタイも確かに一番上まで締めなきゃだよね、うーってなるよね。今日も目とても好きじゃけ、え、ありがとう今のはなんて聞く、今のはね静寂の暴力っていう欅じゃなくて桜坂46さん3期生さんの楽曲です。 YYSTU の3期生、嬉しい、ありがとうございます、嬉しい。こんばんさち、今来た、今って来た、いらっしゃい、こんばんは、こんばんは。なんか最近思うんだけど、なんかレッスン中で鏡見るじゃないですか、ここだと髪も黒いし目も割と黒い、まあ、焦げ茶ぐらいなんですけど、なんかレッスン中で見たら私めっちゃ茶髪焦げ茶みたいな色で目もめっちゃ茶色く見えるんですよ。なんでなんだろうって今こうやって目を見ながら思った。めっちゃ黒髪に見えるよねここだと。でもねレッスン中だとなんかねめっちゃ茶色に見えるんですよね焦げ茶。そうこんばんは、こんばんは。そうレッスン上マジックです。トンさんありがとう。 STU ホテルの3期ぜひ覚えて、嬉しい。
照明マジックかな、照明の関係か。そっか。いや、え、自分って、その髪色が結構ね好みなんですよ。だから、あ、自分ってこんな髪色してんやって喜んでたけど、照明の関係なら悲しい。そう、サッチーはなんかよく黒髪、めっちゃ黒髪なのに目だけ茶色いよねってよく言われてました。そう、そうなんですよ。髪の中に映って、こんにちは、こんにちは、いてくれたなら怖くない。にゃーの目は紫だけどね。サッチーが目を紫にした。そう、ノーミョンがニャオハが好きだから、なんかノーミョンのファンの方でなんかニャオハのねグッズをつけてる子がいた、こことか方がいたんですね、方がいたんですよ。そう、なんか自分もニャオハってよく言われるから自分のことと思っちゃって、そう、でもノーミョンでした。そう、ちゃんちゃんちゃん、なんかユイタンが持ってるもの全部さ欲しくなっちゃう私。ユイタンが同じリップ持ってたんですよ、違う色だけど、違う色の同じ色つけて、うん、違う色の同じリップをつけてたんですよ。私その色買おうって思っちゃった。ユイタンはもう本当にね、私全部欲しくなっちゃう、ユイタン持ってるもん。結構これ本当に STU48 入ってメイクを始めたんですよ。でも何も分かんなくて、なんか結構ユイタンからね勝手に見てね学んでた。そう、ユイタンはねすごいんですよ、メイク技術が。そう、結構ユイタンからね勝手に見て学んでました。え、そこにそこに茶色のアイシャドウ入れたらどうなるの？ここに入れると目が大きく見えるんだよって。えー、そうなの、サチもやるっつって結構ね真似してます。そう、ここに茶色入れるのはユイタンに教えてもらいます。教えてもらったっていうか勝手に見て真似していいっつって真似してます、勝手に。そう、あとそう、もういろいろね見ちゃってるので、そう、私はそろそろユイタになれそうですねっていうぐらいね結構ね見てる。そう、さっき、こんばんは、こんばんは、こんばんは。ユイタン専属のメイクさん連れてきて、どういう噂。いやいや、自分でやってますよユイタン。そう、わざそう、先生ですユイタンは、メイクのサッチーにとって。ヨチさんありがとう。リコチさんにこう梅炊き分けのこと、どういうこと、どういうこと。ゆいたんはかべさん、そう、かべしまゆいこちゃんです。ゆいかちゃんです。今滑舌が悪くてゆいこちゃんって言っちゃう。そうゆいたんかけいく、そう、ゆいたんになっちゃいそう。そう、なんかメイクが上手なんです、ゆいたん。そう、本当にね上手だね。でも分かる、いつかゆいたんと双子校でしたい。そう、したいんですよ。
まだ名前覚えて、え、ぜひ覚えてください。嬉しい。たこ焼きを食べさせてあげたい待って待って、なんてコメントしたの。え、嬉しい。ぜひ食べさせてください、たこ焼きをさっちこんばんは、こんばんは、ありがとう。みねこさんありがとう。福岡の社名は双子コード。あ、確かに。え、そうそう、ゆいたんとのね超お気に入りのねショットがあるんですよ。でもお気に入りで、しかもめっちゃもう好きすぎて、もういつ出そうか迷ってる。そう、めっちゃお気に入り、もう本当にお気に入り。さっちホームカにしてます。そう、そう、出したく、いや出したくなくはない。いや 見てほしいんですけど、どこで出したらいいか迷ってる。そう、それぐらい超いい。あ、でもこんだけハードル上げたら大変なことになりそうだが、私はそれぐらいお気に入りなの。本当にお気に入り。ジャパンマイさんありがとう。本当に大好き、この写真は。気長に待ってるよ、優しい、ありがとう。そう、確かにクリスマスプレゼントでめっちゃお気に入り。そう、たまたまね、たまたま衣装が一緒だったんですよ。全く一緒だったんですよ。そう、全く一緒だったんですよね。もう湿気で私髪の毛今日くるんってなってたのに、もうストレートになっちゃってる。いや、必ずね載せますよ、いつか。そう、来週の土曜日はゆいちゃんの誕生日です。皆さん忘れてはいけません。私たちのアイドル、あ、私もアイドルです壁島ゆいか様のお誕生日です。キャー、楽しみですわ。そう、クリコンのね当日だから。そうなんですよ、そう、クリコンの日なんですね、ゆいたんのお誕生日は。なんとみんなでお祝いができます。でもなんかお仕事の当日ってなんかドキドキするよね。サッチーもね、あの8月19日あの瀬戸内ツアーの当日でね、ワクワクしてたので。そう、ワクワクするよね。イータンはどうか分からんけど、でもワクワクするよ多分。そう、高橋さんありがとう。あ、クリコン行きますって、待ってます、来週楽しみですね。そう、こんばんは、主権さんありがとう、見に来てくれて。そう、ゆいさちのね、あ、そう、山口のラジオでもお祝いしてもらいました。そう、ほら、ワクワクするね、ゆいたんのお誕生日。そう、地元の山口でハッピーバースデーをしました。そう、来年はどんな感じになるのか楽しみですね、すごく。そう、嬉しかったです。そう、ゆいにゃんがたまのバターで、ゆいちたんはクリスマスイブイブそう、すちです、ゆちたん、すちすちです。早く生誕祭でね。そう、サーヤンさんとオキさんの生誕祭をね DMM で見てたんですけど、素敵ですよね。定期的にお帰りには参加したい。
嬉しい、みんなも嬉しい。そうなの、サチも好きなんだよねあれ。そう、来年19歳です。やばいね、泣いちゃう、時が早すぎて。こんばんは、こんばんは、やっほー。時が早すぎて泣いちゃう、早すぎる。19歳。そう、そういえば今年もあと2週間ねえ、やばいよね。どうしたらいい、もうどうしようと思ってるんだけど。とりあえず大掃除しますね。そう、大掃除して絶対に綺麗な状態で年を迎えたいから、大掃除して断捨離、断捨離して、断捨離して、あと何があるかな。サチ自由気に見えない、どっちそれ、どっちの意味。まあどっちでもね、私は嬉しいんですけど。そう、どっちでも嬉しい派です。大人っぽくね、見えないよっていう意味で、大人っぽく見えるよっていう意味でも嬉しいですね。フレッシュに見えるから、ありがとう。そう、若いって見られても嬉しいし、大人っぽいねって見られるのも嬉しいです。どちらも嬉しいです。いてくれたなら怖くない、人の気配に、こちさんありがとう。そう、確かに、確かにだね。そう信じてる。サッチは16でも行きます。あ、でも嬉しいかも。まだ高校生行きますねってことは。サッチ、ヤッホー、ありがとう。ててーててー、こんばんは、こんばんは。サッチ、ヤッホー、ありがとう。ガンジャー広島公園行きます。やった、ありがとう。なんかあれなんですね、交通手段が難しいみたいですね、元日は。皆さん気をつけてきてください。ぜひ、確かに日暮らしも16でしたね。確か16の夏、16歳。たかしさんありがとう。こう言っても行きます、嬉しい。さっちゃん、こんばん、こんばんは、こんばんは。ヤリンアットさん、ありがとう。確かに、ありがとう。ぜひ当たりますように、皆さんが当たりますように願っております。来年19歳の時に日暮らしだった。え、わかった、替え歌、替え歌にして歌おうかしら。ガレツは意外と空いてるかも。あ、そうなの。そうなんですね。その次は1月12日撮影で、まだね、わかんない、全然。早く出たいですね。そう、中学生で入って成長を、あー確かに、ピアチューたちみたいね。こんにちは、こんばんは、ヤッホー、サチ、ヤッホー。そう、サチの場合はね、ツインテールじゃなくてお下げになっちゃうんですよね、この髪の短さと。
そう、シャイニングビンガさんありがとう。今日の着てるセーター、そうセーターです。ん、カーディガン、一応カーディガン。3期生 JK が割と少ない。確かに割と少ないかな。私とリエチとユイナとカスミ、ヤクオバスね。ヤクオバス乗ったことないや。そう、お話かお疲れ様ありがとう。お疲れ様ありがとう。お下げで、いやお下げね、一回ね公園でやろうと思ってたんですけど、あのレイダウンとかがあるので、あのツインテーラーね、レイダウンも可愛いんですよ。お下げとなるとねまた違うんですよ。だからねちょっとまだする日は先です。だいぶ、そう、サチヤッホー、そう、こんばんは、こんばんでしょ。そうツインテールとお下げはまた違うんですよ。そうお下げのレイダーは面白そう。確かに、そう静香ちゃんがやさぐれた。確かに、そうお下げだからね。サチヤッホーってなるとポニーテールもできないので、サッチは髪の長さ的にハーフアップかおろしなんだけど、でもおろしになるよねやっぱ。そうサチヤッホー、よさげ、よさげ本当に言ってる。もう1回ぐらいやってもいいかもしれないけど、多分やる日は来ないです。そうサッチヤッホーありがとう、来てくれて。ルッチさんありがとう。愛をいつでも一人で見したい、首に鎖をつなげたドベルマンのように。そうなんですよ、こんばんは、こんばんは、ありがとう、来てくれて。どう思う、お鍋を手につけるわ。あさってクリコのために買った着ぐるみ届くことになったよ。どうやって最初、お、何の着ぐるみか。でもクリスマスでしょ、クリスマスだからやっぱサンタとかトナカイなのかな、まあ、楽しみにしておきますそうお下げじゃなくて朝下げ。そう20世紀ともちゃんさんありがとう。そう前髪上げてるのもいいよね。前髪ね、確かに前髪上げもやったことないですね。確かに確かに。そうこんばんは、ソリでもだ確かに、だってさ全メンバーがさクリコンといえばサンタかトナカイってやっぱ大体思うじゃん。そこをねあえてこうね来てソリかもしれん。ほんとマモルさんありがとう。そうレイダーの時のオドラファイさんって言うだけ本当にありがとう。そう一番ね難しいって思ってる曲の中で、そうだからね頑張ります。クリスマス関係ないものそうなんかい、そうなんだね。でも楽しみにしておきます。そうケーキの着ぐるみなんてあるの、それは初知り。そうなんだ、クリスマスソングで楽しみにしといてくださいタグループだけどツリー衣装、ツリーはまだ可愛い気がする。なかなかシュールだけど。そうあたたたたたた、そうあかりさんばっきりだそうなの、見てみた
出てくるかな、調べないけど。今日いいですね。私のもの、私のもの、お前のすべては、私のもの、私のもの、私のもの、ツリーとか考えたけど、それで座ると後ろの席、あ、優しい、そういうことね。なるほど。レイダーレイダーチューチャッチャッチャッ、クリスマスって何の日だろうなと思う。この頃コスプレする日だったっけ。クリスマス、確かにクリスマスって何の日なの。チクタク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 、クレミさんありがとう、妹さんありがとう、クレミさんありがとう、クレミさんありがとう、北田さんに頭なんで、そう、あれはアドリブです。そう、キッターが頭なぜにしてくれました。豊中の人さん、ありがとう。そこって言いながら、そう、わしゃわしゃされてます。身長差がね、いい感じですよね。そう、しかもいちごかっこいい顔が得意なので。そう、何気ない日も記念日持参してでもなんか確かに記念日、クリスマスとかあると確かにワクワクするよね。なんかパーティーするきっかけとかにもなるしね。確かに確かに確かにね。アイドルなんて印象を着たたち、アイドルはね、まあ、でもかなうしか聞いてないけど結構人気印象かも。そう、サッチもやってみたかった。アイドルなんて、なんかユニットを見合ったりするんですよ、よく。で、見すぎてもうね、ちょっと練習したらね、披露できそうなぐらい。あ、嘘嘘、ごめん、そういうのは嘘、そういうの言うのやめとこう。そのなんていうの、結構見てるからもう振りが結構頭に入ってるんですよね。そう、結構振りがもう頭に入ってます。それが最後のキスだと今知った。ディフェンスもチャン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 、そう、覚え、もうね、頭に入っちゃうんですよ、もう見すぎちゃって。そう、ユニットシャッフルめっちゃしたい私は。え、でも自分が出てないの全部出たいですね。アイドルも出たいし、僕ジュリも出たいし、ディフェンスも出たいです。アイドルは単純にもう衣装が可愛くてやりたいのと、僕ジュリも歌詞と世界観が好きなのと、ディフェンスはあの気持ちともえらさだなとこをやりたいです。曲調変わるところ、そう、ひまわりのハイタッチ、そう、サッチーたちの 見どころ、かなうとあそこめっちゃ目合うんですよね。当たり前だけど向かい合ってるからめっちゃ好き、あそこなんかワクワクする。そう、そう、欲張りサッチーです。全部全部したい、もう全然全然全部全部ね、全然覚える、もう全然やりたい、なんていうの、日本語下手なんですいません。本当に全部出たいですね。タタ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 タ、ひめだがいつも日暮らししたい。やっぱみんなね、なんか自分がしてないユニットはね、憧れるんですよ憧れるんですよ、やっぱり。そう、でもみんなの見たいな。うん、カナウもね、アイドルしたいって言ってた。うん、
誰が似合う、誰が誰とかあるかな。でもナーミョンとかもさ、なんかアイドル似合いそうってずっと思ってるんだけど、どう思う？変わったりするのかな、どうなんだろうね。ねえ、シャッフルねしたいよね。覚えてますって驚くかな。覚えてるんでシャッフルしてくださいってあの最初のねめっちゃ好き、本当にチュルルルンソリア、あそこの目つきが好き、二人とも、井出さんもモルクデさんも目つきが好きです。最初え、めっちゃ好きなんだよ。あ、どうしよう、なんかこの話したらもう本当にシャッフルしたくなっちゃった。めっちゃやりたい。そう、サチコ全部出ます。そう、サチコが、サッチはいつはけるんだっていうね、早くお茶飲んどきた方がいいんじゃないって思われるぐらいね、全部出たいですね。そう、私なんて放っておいたリアルって、ないですサッチはね、情が薄いのでね、多分分かんないんで、嘘です、知らないです。自分のことってあんま分かんないよね。そう、私なんて放っておいて祈るかなでか、あそこの曲がいいですよね。曲調、女じゃないの、確かに曲調ね急に変わって、呼吸は乱れて汗が溢れ出す急な坂道を続いて、もっと、こんばんは、こんばんは皆さん、ありがとうございます、来てくださって、かわいい。さきえちゅー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 、こんばんは、こんばんは、こんにちは、こんばんは、来てくださってありがとう、さっちやっほー、ありがとう、豊中の人ありがとう、それが最後のキスだと言いました、愛しすぎて別れに慣れてない唇さ、前髪がかかる眼差しはまるで思い出だけを遠く見送ってる、胸に刺さってる天使のその矢抜いてくれ。あ、ここのノアミも好き。ちなみにペダルの2番にこんなふりあった、なんだっけ、てんてん、でパッと思いつかない。こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます、将来ソロコン曲えしたいですねなんだっけ、そろそろこのあたりで足をついてしまおう、あ、ここだ、弱音を吐きたくなる、弱音だ、弱音なんだこれ、こういう感じ、ツンツンっていう感じなのかな。そう、弱音を吐きたくなる、確かに来年、来年のね目標とか考える時期ですねこんばんは、ありがとうございます、来てくださって、そう、いちごに書いてもらおうかしら、書道で、
書道セット持ってきてるのかな。そっちはまだね、書道セットがないです。助けてください、書道セットがないんです。こんにちは、しけんさん来てくださってありがとうございます。普通の字とさ、書道ってまた違うよね。難しい。書き初め合ってるよね、読み方。え、絶対書き初めしなきゃいけなかった学校で、今はないんですけど。そう、それが、あと書道の時間苦手だったんですよね。でも洗うのは好きでした。なんか自分の学校書道中喋っちゃ、あれこれってさ全部共通かな、喋っちゃダメっていうルールが厳しくて。そうなんですよ。でも筆洗うの楽しかったです、みんなで。そう、分かった。最近猫背の理由が、ワイワイやりもない。まあそうだよね、書道のこの趣をね感じるためには。確かに。騒ぐとスミットパスが確かに。いやでもいたわ、前の席の椅子がね、書道のね墨だらけになってる子がいた。そう、首の運動、そう首をねがね、ちょっと首を後ろにします。理由気になる。え、なんかね、理由ね、そうコメント読むときに前のめりになっちゃうんですよ、私癖で。前のめりになっちゃうから、それで多分、そう猫背というか首が前に出ていたたたたってなるんですよね。これだ、今なんかめっちゃ首前に出てるなと思った。ちょっと首を伸ばします。今画面外で首を伸ばしていました。そういうことです、多分。そうだから姿勢よく、なんかさ、スマホ首とかってさ何時間ぐらいからなるんだろうね。でもさ、触らなきゃさできないこともあるじゃないですか、やっぱ振り覚えとか。スマホを見ながらやってるんですけど、でもどうなんだろう、人って首を人に伸ばして身長伸ばして、あ、解決法かと思ったら疑問でした。どうなんだろう。でも首が伸びるよりは足が伸びてほしいですね。なんか服が喋って、スマホ何時間ぐらいからいけないんだろう。え、でも結構見ちゃってるかも、スマホ首ね。そう、嫌だ。そう、卒業式はね横からね動画撮ってるのがあったんですけど、やっぱね今現代だからね、そうスマホ首目立つなと思ったんですよね。ストレッチ大事だよね。そう、首のねストレッチはね必ずやってます、毎日。あー、毎日は嘘でした。でもサッチはこのストレッチと言えるのだろうかっていうぐらいの時間しかしないんですよ。よいしょ、ただいま。いや身長わかんないな、もうずっと伸ばしてない。やだ、ちょっと映ってた首伸ばしてるところ、恥ずかしいじゃんみんな。ただいまちょっとどころじゃ嘘。え、サッチは枠外にあのずれてやれてると思ってたんだけど、どこまでっつってた。サッチ、え、でもさ顔をさあの思いっきり首をさ後ろにさやってたんだけどさ、あのその時、え、別にねここは映っていいんですよ、顔が映ってなきゃいいんですよ。顔映ってなかったですか、大丈夫ですかね。
すべて見せてくれない。ダメです、ダメです。嫌です、嫌です。画面外で水を飲めばって言われた。なんかさ、自分が思ってるよりさ、映ってるのかな。そんな白いみたい。顔は映っていませんでした。あ、よかった。ふぅ、よかった、よかった。ひょっこりさっち、そう、油断大敵ですよ。胸に刺さってる天使の いくつ夜越えれば痛み消えるのだろう。ちゃんちゃん、見逃した？残念、映ってません。サッチーのカチーカー、ありがとう。僕たちは Z コース、歌を歌おうと思います。そろそろ、めっちゃ急やんって思った方もいますしね。そうです、サッチーは急なんですから。ロケ配信いやー、ケンタッキーが食べれて幸せですわ。もう嬉しい。ケンタッキー自分で買わないからね。なんか夜ご飯食べたりにヨーグルト食べたらいいらしいですよ。なんで最近ヨーグルト食べてます。ということで、牧場ってあるのか、ないか、なかった気がする。ないか、ないんですね。何にしよう。どうしよう、何にしようかな。ビスケット食べたい。どうしよっか、知らねー。長いね、ごめんね、ちょっと待ってね。どうしよう、どうしよう。どうしよう、ちょっと待って、どうしよう、どうしよっかなー。どうしよう、長すぎ問題。どうしよう。ずるずる。
こんな気持ち二度とないでしょう。好きはゴール知らずに走る。ありがとう、もう会わない人。今もまだ思ってる。一時波動の中の電車、強い雨の日だけ乗ってくる。こっち見てはにかんだ顔、三年経っても覚えてるよ。あ、褒めてくれた赤いワンピースは次の予定を待っているの。今日だって雨は降ってるのに、二両目君はいないで。望んでた街でどんな夢を見て、誰を思ってる。こうになってほしいなんて思ってないよ。だから幸せにはならないで。好きにさせて急にいなくなる。知れ決めはクソ待ってる。気づかずに目を閉じたまま。ないでしょう。好きはゴール知らずに走る。ありがとう、もう会わない人。今もまだ思ってる。難しい映画やコーヒー、全部君が教えてくれたね。好きなものを話す時のまっすぐな眼差しを思い出す。枯れ葉踏まれ音立てなくなる。生きたかけらさえ残さないね。神様どうか伝えてください。君は綺麗だったと。無理なんてことは分かっているのに考えてしまう。私が声を上げて泣いていたら君は振り向いてくれたのかも。もう一度抱きしめて。涙が透明の理由は雨に紛れられるからだって気づいたの。だから強く振って。柔らかい笑顔と裏腹に細く手を取った指先にかけられた切ない魔法は解けないまま Just you。 秋の風に目が膨らんでキュートまぶて結んだ時、思い出よ記憶から消えてくれませんか。ハメた好きにさせて急にいなくなる。知れ決めは基礎待ってる。気づかずに目を閉じたままで。ずるいよあなたの色の色をまとい、二人で見た雪を待って。ありがとう、もう会えない人。今もまだ思っていて。ありがとうございます。今のはイコールラブさんでずるいね、ずるいよずるいねでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん歌声すごい好きです。ありがとう。
そう、めっちゃね、音域が高いんですよ、こちら。すごくいい曲です。特にですね、この歌詞にはですね、涙が透明な理由は雨に紛れられるから。気づいてよ。だから、気づいたの。だから強く振ってっていう歌詞がめっちゃ好きなんですね。感動。ここは結構ね、有名な注目ポイントなんですけど。めっちゃ好きです。そう、イコールラブさんです。ありがとうございます。続きまして、サチ さっきね、めっちゃね、あ、いいなって。この曲聞くと泣きそうになる。なんかめっちゃ泣きそうになる、この曲。
ございます。今のは NGT48 さんでマックス時315号でした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。なんかこの曲私的にすごく泣きそうになるんですけど、皆さんどうですか？なんかすごいイントロからすごいなんか泣きそうになっちゃう、この曲がっていう感じの曲です。ありがとうございました。あと最近すごくね、そう、心が現れるようなね、わかる、すごくなんかね泣きそうになるよね。ありがとう、パチパチ。エモさ全開、それね、わかる。私もこれめちゃくちゃわかる、めっちゃ好き、聞いた瞬間好きになった曲、これ。そう、めっちゃね、ちょっと待ってよ、今ねハマってる曲があってですね、元気になる、ちょっと聴いてほしい、ちょっとまた雰囲気が一気に変わります。さあ、太陽を急がせろ、もうロマンスが始まるよ。雨が雲が梅雨が明けたらこっちのもの、早送りカレンダー。街角のカフェのテラス、パラソルやっと開いて、待ち望んでたいた夏が近づいてくる。天国に一番近いあの海へ誘う君で着替えた頃に僕が君を迎えに行くよ。 Oh oh眩しい木々のセミが鳴いたらためらってる時間はないよ、すぐにキスしよう。君が好きだ、もう大好きだ、もうこの気持ち伝えたい。季節前に踏みたけなんだ僕の負け、早送りカレンダー。紫外線じわりじわりとなんだか強くなって袖をまく、肌が焼けるよ。この街を脱出したら砂浜見つめていいかい、夕暮眠ろう。でも誰にも見せたくないよ。Oh oh. Flowers see. 南風吹いてくれ。胸の奥ざわざわ。白いまだおとなしい、考えてる余裕はないよ、燃え上がろうぜ。僕を好きか、もう大好きか、もうそんなこと聞けないよ。夏が来た、この先に期待して準備中、情熱は誰うだ。あーよしくだー。サーバーズ
恋の朝一中眩しい木々の蝉が鳴いたらためらってる時間はないよ、すぐにキスしよう、君が好きだ、もう大好きだ、この気持ち伝えたい、季節前に踏みだけなんだ僕の負け、早送りされた、早送りかれた、ありがとうございます。今のはHKT さんで早送りカレンダーでした。ありがとうございました。パチ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 、ありがとうございます。すごくね、元気が出る曲ですよね。こちらすごく好きな曲でございます。ありがとうございます。作詞たくさん、ありがとうございます。そう、明るい曲大好きなんですよ。特にね、確かにコールが楽しそうな曲ですね、こちら。そう、パチパチパチ、ありがとうございます。ちょっと耳が幸せすぎる、ありがとう。こちら一番だけ歌わせていただきます。今のは ST48 で笑顔のチャンスでした。ありがとうございます。パチ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 、はい、ありがとうございます。笑顔のチャンスもすごく、くるくるさんも配信、あ、そうなんですか、お揃いですありがとうございます。拍手たくさん。それでは本日のカラオケ配信はこの辺で終わろうと思います。それではイヤホン外させていただきます。ありがとうございます。で、この曲の MV もいいよね、わかる、好きです。ありがとう、ありがとう、こちらこそありがとう、ありがとうございます。こちらこそ皆さんありがとう。急に始まって急に終わるカラオケ配信、それがサッチーのカラオケ配信です。ありがとうございますということで急に壇上を読まさせていただこうと思います。13位豊中のひろさん、12位シャイニングフィンガーさん、11位しゅんちゃん、10位トンさん、9位りょうちさん、8位ゆきおさん、7位20世紀ともちゃんさん、6位くらやみさん、5位やまとさん、4位やすべさん、3位かたまつりさん、ありがとう。
そして2位は熊根パパさん、ありがとう、うん、そして1位はマッツーさん、ありがとう。です、ありがとうございます。何の時間だったんだって感じね、今のこのありがとうございます、この瞬間ね、このブンブンの瞬間ね。お疲れ様です、お疲れ様、ありがとう。皆さん本日の配信を見に来てくださってありがとうございました。配信ありがとう、こちらこそありがとう、コリニアさんありがとう、グッドナイトありがとう。それでは皆さん本日も配信を見に来てくださってありがとうございました。そして本日お話し会ありがとうございました。ということでね、明日も一日、今日も一日お疲れ様でした。そして明日も一日頑張りましょう。ということで皆さん今日もしっかり寝てくださいね。配信ありがとう、こちらこそ配信ありがとうございました、ありがとう、楽しい、ありがとう、またね、また暖かくしてね、皆さんもね暖かくしてね、ありがとう、ありがとうね、おやすみ、風邪ひかないで、ありがとう、またね、またね、おお、おはよう、おやすみなさい、おやすみ、またね、おやすみなさい、ほな、おやすみ、可愛かったです、ありがとう。はい、ということでおやすみ、グッドナイト、またね、おやすみ、おやすみなさい、バイチャ、メリークリスマス、メリークリスマス、1週間後、じゃあさちいつもでありがとう、またの、おやすみ、またね、またね、またね、おやすみ、おやすみ、ね、またね、またね、おやす、おやすみ、長いな長いな、言わない、そう。ということで皆さん本日も配信を見に来てくださってありがとうございました。また次の配信でお会いしましょう。それじゃあみんなありがとう、バイバイ。